岩井志麻子氏が脱毛ブームに警鐘、20年前は韓国のエステにマシケコースあったと証言。作家の岩井志麻子氏59が22日生情報番組5時に夢中に出演。性別問わず近年若者らの間で脱毛がブームだが、昔はその逆で毛が求められていたと明かした。先日閉幕したパリ五輪でも脇などがツルツルの若手選手は多く、脱毛は世界的トレンドと言えそう。そんな中、番組ではエステや医療機関での脱毛がなんと小学生の間でも広がっているという話題を取り上げた。岩井氏も、今って本当下半身もツルツルにする人っていっぱいいて、若い女の子とかみんなツルツルだと聞くが、昔は違ったという。最近男性の間でも脱毛がトレンドになっているのは、美容先進国韓国のエンタメが世界規模で流行している影響という見方もある。韓国通で知られ、18歳年下の夫も韓国人という岩井氏は、本当に韓国って体毛薄い方が大変多くてですね、お肌綺麗ですよね、ツルッツルっていうかと解説。ただ、ほんの20年ほど前のソウルでは、真逆の美意識もあったという、エステサロンとかに行くと、マシケコースありましたもん、女性が毛がなくて悩んでるみたいな。で、1ヶ月でこんなに増えた、みたいなのが、ちゃんとポスターとかで貼ってありましたよ。時代の流れを知っている岩井氏は、今はみんなツルツルにしようとしてるのに。だから何が逆転するかわからないから、もう、これからは、ツルッパゲが一番かっこいい、とかね。ハゲ、イケてる、みたいな時代が来るんじゃないですか、と指摘した。カツラだと公言している MC の柿花忠氏は、その時はカツラを脱ぎ捨てますよと豪語していた。